痩せるおやつをあなたにランキング形式でお伝えしていきます。今回お伝えするおやつはイオントップバリューで気軽に買えるおやつになります。私美腸活専門家としての観点から今回は3位から1位まであなたにお伝えしていきますね。では早速入っていきましょう。第3位はこちらです。こちらです。イオントップバリューで買えるオーガニックむき甘栗です。で、甘みがすごく特徴のある甘栗を使っていまして、食べやすいむき栗にしてくれています。では見てみましょう。こちら一袋にこういったパウチ状で2袋入っています。で、この1袋あたりが 80g 入ってるんですね。で、この1袋あたり 80g のエネルギー、カロリーが 137kcal です。そしてタンパク質が 3.3g、 そして脂質が 0.9g、 糖質がちょっと高めですけれども 26.6g、 ただし食物繊維が豊富で 4.6g 入っています。この甘栗が持つそのダイエット効果なんですけれども、こちらです。見えますでしょうか。甘栗効果ということで、私甘栗も小さい頃から大好きなんですけれども、あなたもいかがですか。美味しいですよね。まずですね、脂質が少ないんです。そして、糖質は少し高めではありましたけれども、その糖質をですね燃やすためのビタミン B 群というのもいっぱい入ってますから、安心して召し上がってください。で、また食物繊維が豊富なので結果腸内環境は整います。お腹の大掃除ができますから、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をいい状態であなたの腸内環境にこういてもらうことができるわけなんですね。なので今回私が第3位に選んだこちらオーガニックのむき甘栗を適量召し上がっていただきますと、このようなダイエット効果があるということなんです。で、またここ大事です。有機JAS ジャスマークの認定商品になるんですね。なのでそういった農薬ですとか、そういったその添加物がこう入っていないものがすごくダイエット向きな食材になるんですよ。こういったその農薬ですとか、化学調味料とかですね、そういった添加物をあなたがもしこう日頃から取ってしまわれていると、あなたの腸や肝臓がもうすごくね、負担がかかっていまして、結果デブ菌と呼ばれるその悪玉菌がもうすごく元気になってしまうんですよ。ですからこういったジャスマーク認定の安心安全の食材というのはおやつに限らず日頃から召し上がってみてくださいね。ではどんどんいきましょう。次第2位です。こちらです。イオントップバリューの糖質 20% オフ酢入りの3種のミックスプラスチーズが入っているんです。ちょっと早速開けてみましょうね。で、こちら1袋あたりが 168g で小包になっていてですね、全部で7袋入ってます。開けてみましょう。ね、私も大好きなんですけど、こちらです。アーモンドとくるみとヘーゼルナッツとチーズが入ってるんですね。で、この1袋あたりが糖質がたったの 1.9g なんですね。でもすごくやはりそのナッツというのはこちらですね、見えますか。ロカボ食品って聞かれたことありますか。要は低糖質の食べ物のことです。で、この糖質というのがカロリーを気にするよりももう絶対糖質を気にした方がいいですって言われるほど、太る原因っていうのは糖質なんですよね。糖質の取りすぎなんです。なので糖質をこう取りすぎてしまうと、あなたのその血糖値が急上昇してしまった結果、その間にその脂肪を体内にこう蓄積溜め込んでしまうことになるんですよね。で、逆にこういった低糖質の食品を召し上がると、その急上昇がないわけですから、結果脂肪を溜め込むねリスクが減るということですよね。そしてプラスこちらチーズが入ってるんです。これまたチーズがね、美味しいか感想、こうチェダーチーズです。チェダーチーズが入って結構ね硬いんですよ。硬めのチェダーチーズが入って、乾燥チーズですよね。ソフトじゃないです。このチーズがやっぱりタンパク質さらに取れますから、痩せるためにはですね、腸内環境を整えること、そして良質のタンパク質を取ること、この2つがもう絶対に必要です。
必須です。なのでこのタンパク質を摂ることであなたの肝臓が元気になれば悪いものをデトックスしてもらえる、そして筋肉の材料になりますから結果代謝が上がって燃えやすい体にへと生まれ変わることができるおやつがこちらですね。では次です。いよいよ第1位ご紹介していきます。こちらです。イオントップバリューの糖質、今度はですね 30% オフの酢入りの4種のナッツになります。ちょっと開けてみましょうね。でこちら1袋あたりがですね 24g 入っているものが7袋入っているんですよね。ちょっと開けてみましょう。こちらじゃーん、こちらです。こちらはアーモンド、クルミ、ヘーゼルナッツは先ほどとここまで一緒なんですけれども、チーズの代わりにこれはマカダミアナッツが入っております。でこちらですね、もうアーモンドが持つビタミン E ですとか、クルミが持つオメガ3ですね、あとヘーゼルナッツのオメガ9です、あとマカダミアナッツがオメガ7、すっごく必要なオイルの成分がですねこう入ってるわけですよね。これもう本当脳にもすごく大事と言われてますよね。しっかり取りましょうって言われてるあのオメガ系の良質なものがこうもうこれで取れてしまうんですよね。すごいんです。でこちら1袋あたりがエネルギー、カロリーはですねちょっと高めです。先ほどの第2位に比べると169キロ、先ほどが159ですからカロリーは若干高めなんですが、先ほどお伝えした通りカロリーだけを見るのではなくてその糖質ですよね、糖質が大事なので、こちらは先ほどに比べたら一番糖質が低い 1.5g、 先ほどが 1.9 でしたからね、糖質がたったの 1.5g しか入ってない、まあ、30% オフ、まあ、そういうところなんですよね。そしてこちらは、まあ、ナッツというのはこちらもうとにかくダイエット食向きです。そして低糖質なので良いんですということ。そしてまとめますと栄養バランスが結果整いますから、あなたは健康体のそのお体のベースを作りながら低糖質のおやつを食べながら健康的で綺麗に痩せることができるというお話をさせていただきました。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。でまたこういったお話に対してご質問がある方は、まあ、コメント欄ですとか、あとは直接あの私と1対1 の、やり取りご希望の方はですね、詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、そちらから皆様ご登録されて私とお話ししております。あなたもご必要でしたら遠慮なく何でもおっしゃってくださいね。でまたこんなことを動画でこう取り上げてほしいとか何かご希望がありましたら LINE からおっしゃってください。動画を通してあなたへお伝えしていきたいと思っております。さあこのお話が役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。どんどんご参加くださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。